皆さんこんにちは、ファンキーサックスプレイヤーの藤野美由紀です。このチャンネルはファンク、ソウル、R&B、ロックが大好きでかっこいいファンキーなサックスを吹きたいという方のためのチャンネル、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。それでは今日の課題に参りたいと思います。今日はですね私の著書キャンディ・ダルファーマスターブックの中から一曲のワンポイントアドバイスをさせていただきたいと思います。以前の動画ですでにサックスは55とピックアップザピーセスはちょっと解説をさせていただいてます。こちらかな、概要欄にも貼っておきますね。はい、ということで今日はですねリリー・ワズ・ヒアーのテーマのワンポイントアドバイスをさせていただきます。こちらの本をお持ちの方はですね18ページを開いてください。これはですね、ギタリストのデーブ・スチュワートさんとの掛け合いのテーマですね。すごくかっこいいですね。これオランダの映画音楽にもねなったっていう曲なんですけども、それは皆さんご存知ですよね、きっと。っていうか私ここにも書いたわ。はい、とりあえず18ページを見てください。イントロがあります。でこれはですね8ビートですね。ビートは、8ビートね、ズンタンツッタンツッタンツッタンね、こういったビートの上で、8ビートの曲となっております。で、A メロがありますね。今日はここの A メロの7小節目8小節目の吹き方をねちょっとワンポイントアドバイスとしてやらせていただきます。ここをですねちょっと聞いてみてください。でそのまんまちょっと流すわけにいかないのでちょっと私吹きますね。よっこいしょういち。はい、これですねちょっと吹いてみます。ここフレーズなんですけども、これ、20小節目の2拍目ですね。ここが一番ポイントになります。ここですね譜面には書いていない、譜面には書いていないんですけどもプチクレッセントをつけてます、ね、これです。でここのこれ一番下のファのシャープですよね、一番下なのでこれクレッセントつけるときに口の中を広く広く取っちゃいやすいんですよ。そうすると、ね、これクレッセントしたときに口の中を広くしちゃうと、わかりますかね、これちょっと音程が不安定になっちゃうんですね。だからここも気をつけないといけないんです。低い方のクレセントっていうのはこれも気をつけないといけないんですね。このワンフレーズから今ね一つ見つけましたよね。練習したら良いポイント、もしくは気をつけなきゃいけないポイントね。練習しなきゃいけないポイントっていうのは低い方でのクレッセント、ね、低い音域でクレッセントがかけれたら最高ですよね。あとその他この曲のテーマのフレーズっていうのは割とちょくちょく16分音符が出てきてます。で19ページのソロのところなんかはもうこれ16分の嵐で、逆に言うとこれ16分音符の指のトレーニングにもなりますから、ここはしっかりコピーした方がいいですね。はい、これアドリブ練習、アドリブ練習じゃないですね、ソロのコピーの練習ですね。これは指の練習に使うといいと思います。そしてこの楽曲でアドリブの練習がしたいわという方はですね、
このスケールを使ってください。 C シャープブルーノートスケール。これがブルーノートスケールです。C シャープの音から始まっていますので C シャープブルーノートスケールと言います。こちらのスケールをアドリブとして使えますので、何のスケール使っているんだろうってね、ちょっと疑問に思った方々もこのスケールを使うといいですよ。で、その19ページに掲載されているキャンディーさんのソロの分析をしてみるとすれば、今のブルーノートスケール、 C シャープブルーノートスケールを中心にソロを取っています。で、ところどころクロマティックスケールというのが入っております。クロマティックスケールというのは何ぞやかと言いますと、クロマティック、半音階ですね。要はまあちょっとこう半音が入っていますよと。 C、C フラット、ラ、C とかこういったパターン、ね、これ今半音ずつ上がって、まあ、普通に上がった戻ったんですけども、こういったのをクロマティックスケールと言います。要は半音階スケールですね。で、まあキャンディーさんとかデビッド・サンボンさんとかね、割と頻繁に使うスケールではあります。でも中心となるスケールはあくまでも C シャープブルーノートスケールですので、まずはこのスケールを使えるようにすれば良いかと思います。例えば C シャープブルーノートスケールで何かフレーズ吹いてみますね。ゆっくり吹きますので、ぜひぜひ耳コピーして使ってみてください。C シャープブルーノートスケールをすごくゆっくり吹いてみましたので、ぜひぜひ耳コピーとかねやってみてください。あ、指が映ればよかったかな。いや、耳で撮る練習ね必要なので、逆に指が映らなくてよかったかな。はい、ではではね、そんな感じでまたこういった楽曲のワンポイントレッスンね、そういった動画もちょっと上げていきたいと思います。その代わりこちらのね本などを宣伝させていただきますね。アルソ出版さんから、リリースさせていただいておりますキャンディーダルファマスターブック、これアルソ出版さんで発売されております。まだお持ちでない方はですね、初心者の方もねこういった基礎練習とかもね掲載してますので、ぜひぜひお持ちになると便利かなと思います。アドリブの初級編とかもね載せてますので、これもまたやっていきましょうね。ということで今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではでは。